決戦、それはごめん、夏休み前半戦ナンバーワン大ヒット、本当に熱い映画ができたなと、マジでやったんでマジでよろしくお願いします。熱い女性も絆にぐっとやられるんじゃないかな。本当劇場で見るべき作品、トーマの結成のとか、仲間を守るため、すごい泣きそうになるぐっとくるとこめちゃくちゃあったんで、私も泣きました。まっすぐな作品ができたと思ってるんで、東京リベンジャーズ2、すげえ青春だったなという。